私絶対失敗しないので。はい、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。うわただよ、本日もよろしくお願いします。本日ご紹介するのは、山崎製パンより2019年10月12日から12月31日までの期間限定発売された、米倉涼子さん主演のテレビ朝日系ドラマ、ドクター X 外科医大門未知子とタイアップした菓子パン、メロンパン X、 こちらをご紹介したいと思います。ドラマドクター X では、岸部一徳さん演じる名医紹介所所長の神原が、主人公の大門未知子による手術が終わるたびに、メロンです、請求書ですというセリフとともに、メロンと高額な請求書を渡すシーンが登場してきました。今回のタイアップでは、この名シーンをヒントに、メロンの美味しさにこだわったメロンパンの商品開発に取り組みましたと。こちらの商品は、外側のカバの部分となるビスケット生地と中のパン生地の両方に、静岡県産クラウンメロンの果汁を入れました。クラウンメロンは果物の王様と言われるマスクメロンの中でも最高級の品質で、芳醇な香りと果汁たっぷりの果肉が特徴です。生地を外はさっくり、中はしっとりと焼き上げた後に水平にスライスし、メロンホイップクリームとメロンゼリーをサンドしました。メロンホイップクリームとメロンゼリーにはジューシーな濃厚な甘みが特徴の北海道産メロンの果汁を使用しました。袋を開けた瞬間からメロンの香りが広がるメロン尽くしのメロンパンです。パッケージは岸部一徳さんの顔写真とともにドラマタイトルロゴをプリントし、番組 PR のとなっております。こうなっております。あと言いますけど、ドクター X テレビ朝日系で毎週木曜夜9時放送しております。果汁入りのクリームが入ったメロンパンです。群れを嫌い、権威を嫌い、束縛を嫌い、専門医のライアンスと高き掛けのスキルだけを武器に突き進むフリーランスの外科医大門未知子、私失敗しないのでと名セリフでおなじみの米倉涼子演じる天才外科医が、この秋待望の復活を果たします。ドラマ内で名医紹介所所長の神原明、岸部一徳がメロンを渡すシーンはドラマの名シーンとなっています。はい、菓子パンです。はい、こうなっております。乳成分、卵、小麦、大豆を含んでおります。山崎製パン、カロリーは、1包装あたり360キロカロリー、炭水化物は 59.9g となっております。ちゃんとテレビ朝日のマークがついております。はい、では開けていきたいと思います。すごいな、これ見てみよう、これだけで相当な時間費やしてるからね。あ、でもすごいいい匂いする。あー、すごいいい匂い。ほら、すごい。こうなってるけど、すごいな。こうなってます。じゃ、いただきます。うん。やっぱりメロンはね、さらにメロンパンらしいよね。まあ、メロンパンって形からメロンの形をしてるからメロンパンっていう名前なんで、メロンが入ってない商品も多いんですよね、メロンパンって。うん、美味しい。この果汁がすごいね。私失敗しないので、これです。もうメロンパン、これザメロンパン、メロンパン X、 本当になんだそれ。もう本当のメロンが入ったもんメロンパン、ぜひ食べてみてはいかがでしょうか。ちなみにテレビ朝日系のドクター X 外科医大門未知子はですね、2019年10月17日から毎週木曜夜9時スタートします。テレビ朝日系列で放送しておりますので、ぜひそちらの方もぜひご覧ください。この動画も面白いな、ためになるなって方はぜひチャンネル登録、高評価、関連動画も見てくれればまた喜びます。では